どうも、銀子と申します。マリサです。今回も、星のカービィ三条ドロッチェ団をやっていきます。パート6だな。だね。やっと台風が収まったね。雨風がすごかったな。うん。偏頭痛がすごかった。ああ、低気圧で。体節々痛かった。大丈夫なのか？鎮痛剤飲んでるからある程度は抑えられてるよ。UFO っていいよね。その場に待機できて、自由に飛び道具が放てるのはやっぱ強いね。やっとロボワンの日程出たな。そうね。何チームか知ってるロボットあるか？たくさん魅力的なチームあるけど、やっぱり知ってる人たちや知ってるロボットはどんなロボットを仕上げてくるのか気になるね。学生時代は直接ロボット持って勉強してたよ。ロボット持って自己紹介に行ってたしね。私の場合は、初めての時はかっこいいロボットですね、みたいな感じで話しに行ったりしてたよ。基本的にみんな親切ですごい勉強になるからね。テップコンでロボットを動かしてる方だったり、強いロボットのモーション見せてもらったり、かっこいいロボット見せてもらったり、写真撮らせてもらって、後から気候のオマージュで研究してみたり、いろいろ実験したよ。どうしてもね、コロナ禍で一部環境が衰退しちゃったってのも聞くとあるんだけど、大会のルールもそれに合わせて、リモートになったり、結構ルールの変更があったけど、知ってる人がいるとやっぱりテンション上がるよね。そういえば、新しいロボット制作状況どうなった？若干燃え尽き気味だね。少しずつ予定は組んでるんだけど、体調が優れない。で、低気圧でね変に体が痛かったり、心臓に負担来たりでちょくちょく大変だった。お前本当にその状態で大丈夫なのか？まあ、無事かな。そういえば、最近何か作ったか？現在 3D プリンターで、ちょっとものづくり中。この間ダイソーで扇風機買ったんだけど、足の幅が小さいせいで後ろに倒れちゃうのよね。だから固定用の土台を 3D プリンターで作ってるところ。あのファンって結構自分のモーターの揺れ大きかったもんな。そこもとりあえず考えてみた。うまくいけば、ファンの勢いで倒れることもなく、モーター音も抑えられるはず。あのファン結構優秀なのよね。500円だったし、安いな。手頃な価格でちゃんと涼しいからね。お風呂上がりに扇風機が欲しいけど、そこまで大きいのはいらないからね。ちょうどいい。そういえば、最近久しぶりに PSP やったんだけど、何をやったんだ？2個やったんだけど、ときメモと甘神。恋愛ゲームか、ときメモのにはやらないのか？やるんなら、初代かな。探すのも結構大変なのよね。キャラクターそれぞれが可愛くて好き。甘神は？甘神は、キャラクターそれぞれの声優さんも大好きなんだけど、キャラクターの画風がキュンキュンする。あと、単純に初めてした恋愛シミュレーションゲームってのも理由かな。一時期ハマってずっとやってた。そういう系のゲームにハマって、それ以外の恋愛シミュレーションゲームをいろいろやり始めた。大学生になって、R 指定ついてるやつも先輩のおすすめとかいろいろやった。ちなみになんだが、言える範囲で何かあるか？そうね。難しいね。どこまで言えるか考えたけどさすがに言いにくいね。内容としては、一日中女の子の頭をなでなでするだけ。え？本当にそれだけ。たまに今もやるんだけど、心に傷を負った女の子に優しくしてあげるだけでリアルに1日が終了したことがある。めっちゃ好きじゃん。結局ゲームで好きなジャンルってなんだ？大体のゲームは好きだよ。逆に嫌いなジャンルの方が少ないかな。RPG とか、レベル上げ苦手そうなイメージあるが。その時の気分によるかな。たまに無性に RPG ゲームしたいなって時はある。ほんで、主人公無双する。結構好きだよな主人公無双する物語。私が、苦戦って言葉が嫌いだからね。まあ、あとは RPG だと方向音痴だから同じところぐるぐる回ってるうちに適正レベル、大幅突破しちゃってたりするのよね。途中で MP 使いたくないのよね。それで考えたら、謎解き系があまり得意じゃないかな。途中で飽きるというか、やらなくなっちゃう。遊びたくなった時に開いてする程度。特になし。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドはそれで考えたら、買ってから4年くらい5つ目の神獣解放したところで放置してたから。さて、ボス戦だね。リンク、ハイラルを救わず。一時期有名だったよね。ハイラルを救わず登山行く勇者。ドロッチェ。
なんだっけ？この雷雲。今のはなし。ちなみにスカイボードソードもまだクリアしてない。あれも結構前に買ってたよな。うん、それも仕事時代ぐらいだったと思う。なんとなくだけど、最近は買って満足してる自分がいるのよね。あとは、目に見えてソフトが積まれないからこれあったなみたいにならない。最近はな、大体がダウンロードだもんな。そっちの方が、部屋がこれ以上散らからないからいいんだけどね。あと、ショップ行って売り切れみたいにならない。これが一番大きいかな。売り切れて買えないみたいにならないのがいいね。それでも、今に比べると安いのよね。そんなに安かったか？私の場合は欲しかったら頼んで買ってもらってだったけど。でも、当時に比べると値段が倍くらいまで上がったよね。時代だな。あ。何か言い訳は？一瞬気が抜けた。そういえば最近、テレビの二択クイズで人生一からやり直せるか不老不死になれるかだったらどっち？ってあったよな。あったね。うぷ主はどっちだ？ぶっちゃけ一番困る質問だよね。やり直すってきつくない？どういうことだ？一からでしょ？私別に一からやり直したくないのよね。なんでだ？面倒くさくない？ついでに不老不死も面倒くさくない？なんだろう？次はもっと上手くなんて考えたくないから。あと、一からやり直すって、また小学校から学び直しだし、コロナやデートか面倒くさい。やり直すなら大学からとかならまあまだかな。以上。そういえばこいつ、メカクラッコって言うんだね。全然くれてなかった。最初のボス前準備にあったファイアは、足場周りが雲でできてるから、一歩間違えると、落下しちゃうから注意が必要。だから最初からファイアは使わなかったのよね。突撃して落下しが一番悔しいからね。三つ目のトロフィー。じゃあ4行くか。さあ、録画してきた。早いな。そうでもない。撮ったのが、動画出す前日。ということは、前日に撮ってきて編集してるのか？うん、面倒とか思わないのか？確かに、実際撮るのきついなみたいに思う時はあるよ。ただ、頭動かさないでいると、最近物忘れが多くて、おじいちゃんみたいだな。話してると思い出すけど、まあ話の内容が出てこないことあるね。ここの扉はカッターでうまく下のボタンを押します。あ、これ意外とむずいね。よしできた。実況とかって、何も喋ってない時間がたまに怖くならない？わかる気がする。そうならないようたまにネタ探し？をよくするようになった。まあ、それでも出てこないことはあるんだけど、ネタ探しで世の中を見るようになったり、こんなのあったなぁみたいな感じで。例えば？うん。ソースネクストが出してた、算数伝説とか、あれめっちゃ遊んだ。あの頃のゲームにしてはフルボイスでグラフィックが良かったからね。そんなにか。うん。調べてみたんだけど、Amazon だと取り扱いしてませんってなってたね。元祖獣な育成ゲームって出たな。普通に楽しい RPG ゲームだよ。内容も覚えてるくらいあったし、個人的には小さい子供がいる方におすすめかな。調べてみると、意外とアップデートとかもあるみたいだからそのうちやってみたいね。そんなに良かったのか。うん。小学1年の頃は、外に出なかったから家であれやってたくらいだし、ずっとやってたら勝手に算数はある程度身についてたり、思い出の一品だね。逆に、身につかなかったこととかってあるか？タイピングゲームかな。当時キーボード入力どころか、キーボードの使い方がわからなかったし。唯一入力は手書き入力で一文字ずつひらがなで書いてたし、それを考えると、小学3年の頃にあったローマ字の授業は今でも覚えてるよ。あれで、キーボードを見ながらでも入力ができるようになった。意外と小学生とかの頃に覚えたことが一番覚えてるものだな。ね。先生の名前とか一切覚えてないのに、ぶっちゃけその辺は興味ないし。あとあとブラインドタッチは、資格取る中で身につけたからね。どのくらいかかった？細かくは覚えてないけど、3ヶ月くらいかな。その後に、ワープロの試験受けた。難しかった？そこまでかな。むしろ、
漢字が一部読めなくて苦戦してた。汎用とかいう言葉、未だに使ったことないし。確かに聞かないけど。一応体壊して、ゆっくり実況プレイとか作ってる間に、入力速度は落ちるけど片手でブラインドタッチはできるようになったよ。何してん？倒れた時に体の痺れで、指が思ったように動かなくなってからパンがなければ理論で、片手入力覚えた。あ、今は大丈夫だよ。カービィはスイッチのディスカバリーやってみたいね。サンディアクションになってるやつな。新しいコピー能力気になる。あとカービィシリーズ初なのよね。サンディアクション。確かにカービィといえば 2D アクションって感じがするけど、サンディアクションもそのうちやってみたいね。そのうちな。よし、2個目の宝箱ゲット。このでかい星って結局なんだろう。もしかしたらいいアイテムかもしれないから取っておこうかな。基本的に、この辺は特に取っておいて後からなんでもないじゃんみたいになっちゃう。なんだろう？この辺は昔は率先して使ってたけど、最近は特にもったいなく感じちゃって使えない。そういうのよくあるよな。ロボットのパーツはもったいなくて捨てれない。特に一部パーツが金属だし。どうしようか？この HP でいけるかな？あ、トマトに目がくらんだ。トマトは HP 満タンだしいらないかな。そろそろでかい宝箱出てきそうだよね。あれ？なかった。どこかにあるんじゃないか？目の前ゴールだし。あった。こういう時どれを取るかすごい悩む。この星本当に捨てていいのかなとか。とりあえずファイアでいいかな。君か。もう逃げるんだな。まあ、面倒だし。めぼしいのはバブルの巻物だね。大きなバブルで敵を一発でアイテムにできるようになるよ。とりあえず今回はここまでで。ご視聴ありがとうございました。次回は2の2から。